こんにちは、どうも、岸天だよ。今日はですね、ドン、ドン、段ボールが届いたんで紹介するよ。久しぶりの購入品紹介なんですけれども、7万円分ぐらい買いました。アマゾネス。それでは段ボールの中身を紹介していきましょう、ね、何が入っているか。あ、こんな風に仕上がったか。いい感じに仕上がったかな、ではね、箱の中身何か紹介したいと思います。箱の中身はじゃーん、日本懐かし10円ゲーム大全。あれ、動画を見てる人またかっていうふうに思ってませんか。実はね、この日本懐かし10円ゲーム大全、ここに書いてありますけどね、特別版なんですよ。特別版、何が特別版かっていうと、なんかね、違い見て分かりませんかね。これ特別版ね。で、今までの通常版がこちら。ちょっとね、一回り大きいんですよ、サイズがね。でね、まあ細かい違いは、まあ後でね説明するんで、で、まあ恒例のね、いつものこれ100冊買ったんで平積みにしてみましょうかね。あれが意外と好評なんでね、100冊積み上げるとどんな感じになるのか。じゃあまずこれをこっちに動かして、この辺かな。これで10冊。これで15。これで25冊。これ25冊ね。で35冊。これで50冊。これで半分ですね。今回100冊買ったんで、まあ、100冊詰めるかな、これだと。でもう一箱、50冊ずつ入って、箱に入ってるんでね。こちらもアマゾネス。なんか請求書的なのが入ってますね。で60冊、まだ画面入ってるかな。で65冊。で75冊。もう画面からはみ出しちゃったかな。で75ね、あと25冊ありますから。で85冊。ちょっとぐらついてきたな。大丈夫かな。これで90。100冊。ちょっと危ないな。これで100冊積み上がりましたね。こういう感じで100冊積み上がってます。それでは、
特別版日本懐かし10円ゲーム大全の詳しいお話をしたいと思います。まずこれね、あの発売日なんですけど、2月26日ですね。まあ今日が2月25日なんで、まあ明日発売予定っていうことですね。まあ発売されるんですけど、でこれね、まあ販売される場所が一応コンビニ専用っていうふうに話を聞いてるんですよね。なんで本屋さんとかには並ばないっていうことなんですよ。ただ今さっきね調べたら、あのアマゾンではもう予約が始まってて、でアマゾンではちょっと買えるみたいですね。ただ本屋さんとかでは買えないっていう話を聞いてんで、まあ基本的にはアマゾンかコンビニかで買うっていう感じですね。で一応これね、あの通常版との違いをお話しすると、まずサイズですよね。まあ、これ一回り二回りぐらい大きくて、通常版はね、あの B5 サイズですね。でこれ表紙も大きくなってる分、もう中身もこの、あのサイズで大きくなってます。なので、まあ、写真とかね文字もそのまま大きくなってるんで、まあ、見やすいって言えば見やすいですよね。であとねこれあのページ数なんですけど、通常版はねページ数がちょっと減って、通常版に比べるとね特別版はページ数が減ってんですよ。通常版が128ページ、特別版が80ページなので、48ページ少なくなってますね、特別版の方が。でページ数が減ってるんで、その中身の方もあの編集で、まあゲームの数がね減ってるんですよね。で、通常版の方がゲームの台数が79種類紹介されてたんですよ。で特別版の方が、61種類なんで18種類ゲーム数が少なくなってるんですよね。であとはあのお店情報とかカタログ情報なんかもあのもう一回編集してあのページ数を、まあ、削ったりしたんですよね。で、まあ、通常版をお持ちの方はあの、まあ、後半にねあの読み物ページあのインタビューとか対談とかの記事があったと思うんですけど、もうその辺はねもう特別版でもざっくり削られてます。なので、まあ、その分あの48ページあの減った分そこで埋め合わせしたっていう感じですね。で、まあ、気になるお値段なんですけど、通常版が1296円だったんですよ、税込み。で特別版が、まあ、ページ数をあの削ってね、であの、まあ、コンビニ基本コンビニ販売なんで、あのコンビニのねあのライトユーザーにも手に取ってもらいやすい価格設定ってことで税込み702円ですね。なのでまあ半分か6割ぐらいの値段なのかな、ぐらいの、まあ、値段設定ですね。まあ、その分ページ減らして、まあ、値段安くして、まあ、手軽にね買ってもらうっていう、まあ、辰巳さんの作戦みたいですね。でじゃあ通常版持ってる人はこの特別版必要ないんじゃないっていう、まあ、ご意見もあると思うんですよ。まあ、確かにねこう何ていうのかな、通常版からあのまあねあのページ数を抜いたりとか編集かけてできたのが、まあ、特別版なんで、ある種ねこうこっちがまあ上位バージョンみたいな感じになるんですけど、でもねあの、まあ、もう一回再編集かかってるんで、あのデザインとかねレイアウトなんかもかかってる、レイアウトなんかも変更してあるんで、あこんな違いがあるんだって見ててね分かるんで、あここはちょっと違うなみたいなこう発見もあるんで、まあ、そういう見比べる意味でも、まあ、見る価値があるし、あとはねあのさっきも言ったようにあの写真だとか文字なんかもこの縮尺比で大きくなってるんですよ。ということはちょっとねあの小さい文字なんかがね読みにくくなってきた、まあ、初老のおじさんなんかはね文字が大きくなったと特別版の方がね読みやすくなってるんで、まあ何て言うかな、読みやすくなるかなっていう、そういうポイントもあるんですよね。
なので、まあ、そういった意味でもね、まあ、通常版持ってても特別版は、まあ、あってもいいかなっていう感じですね。でね、まあ、基本的にはまあコンビニでしか買えないんですけど、まあ、今回ね、まあ、これの出版にあたり、まあ、私もやっぱりね、あの著者なんで、まあ、博物館でも売りたいんでっていう感じで、まあ、辰巳出版の、ね、担当者さんに、まあ、連絡したら、まあ、じゃあ50か100冊ぐらいなら、まあ回せますよみたいな感じの回答がありまして、あ、じゃあ100冊お願いしますって感じで、まあ、今回ね仕入れられたんですよね。なのでまあ、もしその好評ならコンビニの方でね販売が好評なら、まあ、増版がかかるかもしれないけど、今のところ駄菓子屋ゲーム博物館ではこの特別版はね100冊売ったら売り切りになる予定ですね、今のところ。それ1個仕入れられるかどうかは分かんないですね。この通常版は引き続き引き仕入れられるみたいなんですけど、この特別版の方はまだ先はどうなるか分かんないですね。なのでまあ、興味がある人はねなるべく早く、まあ、駄菓子屋ゲーム博物館で、まあ、お買い求めいただければと思いますね。で、これね、さっき言ったようにコンビニの方では2月26日発売なんですけど、駄菓子屋ゲーム博物館ではなんと1日早く、この動画をねアップした2月25日から1日早くねフライングゲットできるんですよ。なのでもう1日でもね早く見たいって方は、まあ、駄菓子屋ゲーム博物館にね来て特別版日本懐かし10円ぐらいみたいなのを、まあ、買っていただければね、1日も早く見れますんでね。で、まあ、またね恒例のもうシリアル番号もね通常版とは別の特別版のシリアル番号をね1番から作ったんですよ。それがねこれですよ、これこれ、このとこについてですね、特別版日本懐かし10円ゲーム大全ね、これシリアル番号000001販売駄菓子屋ゲーム博物館ってやつですね。これね通常版の方は今1200ぐらいまでいってるのかな。でね、特別版の方はまた別枠ってことで、まあ、1番からね100番まで作りましたんで、まあ、通常版の方のね1番とか2番とか1桁買い逃しちゃった人はこの特別版の方をねぜひ明日日曜日なんでね、この動画見たらまあ買いに来てもらえれば、まあ一桁一番早く来れば1番ゲットできるし、2番3番4番一桁ゲットできるチャンスなんでね。で一応前回の時もそうだったんですけど、大人買いする人ね2冊3冊買う人は一応一桁は1冊までとさせてもらってるんですよ。だから、例えば一番初めに来た人は3冊買いますよって言ったら1番と、11番12番かな3冊って言ったらね、で次の人がまあ2番3番とね一桁はなるべくね多くの人に回るようにそういうふうにさせてもらいますんで、あらかじめご了承ください。ではね、今回は、特別版の日本懐かし10円ゲーム大全をね、紹介させてもらいました。まあね、通常版と合わせてね、まあぜひぜひに日本懐かし10円大全ねご愛顧いただければと思います。そしてね、駄菓子屋ゲーム博物館に行ったらお土産にね通常版も特別版もご購入いただければと思います。シリアル番号もついてるんでね、ではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。こんにちは。どうも、岸田だよ。今日はですね、
全国のちびっこ諸君、コンビニで特別版日本懐かし10円組大全を見つけたら本棚の最前列に出してくれよな。